はい、皆さんこんにちは。カタリウムのカタリです。ドラゴンクエスト 11S 続きやっていきたいと思います。今日野乃木火山来てまして、あ、間違えた、こうかな。結構奥深そうですよね。でもってレベル上げをしていきたいので、まあ戦いながらやっていこうかなと思います。あ、敵だった。やるわよ。うわ、なさそうだよね、ザコの方は。上出来じゃな。どっかで回復するすべがあるといいんですけどね。まあ、45ぐらいを目標に行ければいいかなと思うんだけど。金っつった？あ、これ？何これ？スライムみたいな。いけ！カズちゃん！スライムタール？お楽しみいただけたかしら？スライムタールだって。まあ、ちょっと戦いするかな。さっきモスみたいな。勝利を我らに。ちょっとね、武器を回復する術がね、もう簡単に手に入ってるんですけどね。はっ！と、ニューシーを戦っていけんだけどな。進みますか。おお、すごい。あ、いたいた。いたね。こいつもやってるよ。やるわよ。やったはっ、1ポイントしか入れないから。恥ずかしいわ。結構経験値高いな。パワー全開！やはり、メタル系の感じがないな。どうしてそう、シャッキーターかと。助かったわ。入れるんだ。ホリ！あ、逃げちゃった。踏ん張るのよ！すまんの！やっ！お楽しみいただけたかしら？まあ、よくしましょう。こいつとメタルが一緒に来るってことはないよね。違うね。まあ、様々だったんだ。今助けるわ。まあ、なんかこのまま OK ってどっかで回復手段がありそう。ダメなら戻ってこないといけないんだけど。そうだぞ、すごい。あ、どうしようかな。もうボス戦？ここで行き止まりみたいだ。他に道なんてなかったし。なんだよ、何もないじゃないか。へえ、残念だったわね、テバちゃん。溶岩の火でミディアムレアに焼かれる前に早くここから出ま。なんじゃこの地響きは。一体何が起こったんじゃ。やばい、すごい。MP ないの。
地面の下から声が。アンちゃん、この下に何かいるよ。あ、寝てんのか。あれは、人食い狩竜だ。あれが人食い狩竜。しかし狩竜は、ヤヤク殿が倒したはずではなかったのか。ヤヤク様は、これを隠してたんだ。人食い狩竜を退治できなかったから、こうやって隠してみんなを騙してたんだ。なるほど。母ちゃんが生贄になるのも全部こいつのせいか。こうしちゃいられない。早くみんなにこのことを教えなきゃ。アンちゃん、一旦里に戻ろう。あ、ボス戦にはならなかったぞ。あれはあれでリーチありますよね。マップもまだ続いてるから、いずれここには来ることになるってことなんだろうな。じゃあちょっと MP 気にしないで経験値ため重視していくかな。もうやめとは言わない。みなぎるスラボーレ。グランドクロス。レベルが上がるな。バレルさんが43。まいったの。いけ、カジちゃん。ふっ。なんかもなんだよ。いや。オッケー。が、おいてまいった。歩くわ。我らの勝利だ。やるわよ。
だんだんみたいな効果が使えるかな。頑張って汗と涙の冒険の果てについにこの合言葉を見つけたんだ。合言葉もらいました。あといくつあるんだろうこの合言葉って。悪い狩人が生きていたってそれどういうこと。実は近頃の武器って装備しなくても勝手に動き出して戦うらしいよ。まあこれは嘘のやつか。びっくりした。ヤヤク様とハリマ様が倒したはずの人食い狩人がまだ生きていたんですか。だとしたら穂村の里が危ないわ。
金も預けていきましょう。1万2000ぐらい。お、3万預けてるぞ。で、ちょっと回復させてください。水平なんでセーブもさせてくださいと。オートセーブしかしてないんで、ね、ちょっと心配なんです。バーラルさん以外はレベル44になってる。裏の人たちもレベル上がってくんですね。45まで上げるとすると結構まだかかりそうだな。どこ行けばいいの。一応やや君には白ってこ行ってみるか。なんか知ってる。村の民が何も知らないって感じだもんね。ムービーになるかな。なりましたね。大変だ、大変だよ。なんだてば、創造師、今大事な祈りの儀式の最中だぞ。そんなことしてる場合じゃないよ。カリュウが、人食いカリュウが生きていたんだよ。何を言っておるんじゃ。人食いカリュウはヤヤク様が退治してくださったんじゃろうが。人食いカリュウは死んでないんだ。日野の義火山の奥に隠れてるんだ。オイラこの目で見たから間違いない。貴様まさか日野の義火山に入ったのか。化け物がいるのに一体どうやって。もう参道に化け物なんて出ないよ。だってその化け物はこのオイラだったんだから。なんだと。オイラが化け物のふりをして生贄をさらったのさ。儀式なんてさせないためにね。貴様分かっているのか。儀式をせねば火の神の怒りに触れ、里は火の海になるのだぞ。うるさいこの嘘つき。今まで偉そうに英雄ぶって里の人たちを騙してたくせに。あんたはカリュウを倒せなかったんだ。だから自分だけ助かるために里のみんなをカリュウに売ったんだろう。火の神様が怒ってるなんて嘘っぱちさ。生贄に選ばれた人は人食いカリュウの餌になって食べられるんだ。そうだよ、カリュウとの戦いであんただけ助かったのも、一緒に戦ったハリマ様をカリュウへの生贄にしたからじゃないのか。てばすごいこと言ってるな。黙れ。小僧、貴様ごときに何がわかる。一体どういうことだ。ヤヤク様は人食いカリュウを倒したんじゃなかったのか。もしカリュウが本当に生きていたら私たちみんな食べられちゃうわ。そんなの絶対に嫌よ。静まれ皆の衆。案ずるな。人食いカリュウは我が息子ハリマが確実に仕留めた。カリュウと差し違い、ハリマは死んだのだ。小僧、よくも邪魔してくれたな。貴様がしていることは火の神への冒涜。このままでは里は神の裁きを受けるだろう。隠している貴様の母親の居場所を言え。さすればすぐに生贄の儀式を行い、私が火の神の怒りを鎮めてみせよう。嫌だな。
ね。誰がお前なんかに渡すもんか。母ちゃんは絶対に渡さないぞ。なんだ今の音は。まさか。もしかして。こうしちゃいられない。さあアンちゃん、オイラたちも外に行ってみよう。このままボス戦なのか。もしかして、あ、なんか一人ここで祈ってるやつがいるぞ。空飛ぶのか。人食いカリュウだ。人食いカリュウが出たぞ。あれは火山で見たカリュウ。やっぱり里を襲いに来たんだ。ひるむな、皆の者。あの邪悪なる炎の化身から里を守るのだ。ボーガンですね。よし、放て。よし、もう一発。やめよ、やめてくれ。どうか、どうかこのカリュウを殺してくれるの。これがハリマなのかな、もしかしたら。ヤヤク様。わかっているわ。お腹が空いているのね。さあ、この私を。だからもう、里の人は。なんと、ヤヤク様が食べられてしまうとは。おのれ、ヤヤク様の仇。放て、放て。このままじゃカリオに里が壊されちゃう。頼むよアンちゃん、あの人食いカリオを倒して。じゃないと里が。勝手なこと言うな。こっちはまだレベルアップが終わってないんだぞ。うん、しまっただ。ヤヤク様が食べられちゃった。そうなんだ。もし失敗しても、そうさせて、あ、そんなことしてる場合じゃないんだぞ。やり直しはできるんですけど、セーブしとけばなかったことにできるので。はい、ということでね、ボス戦は次回に回しましょう。レベルがこんな感じ。ちょっと低いけどな。でもいけんじゃないかな。やってみますかね、次回ね。やってみてダメだったらちょっと頑張ってレベル上げしてから再戦って形になるかな。でもヤヤク様を食べちゃったっていうけど、その食べる直前のヤヤク様の素振りからして、
これが息子なんじゃないのかなと思うんですけど、違うのかな。なんかちょっと不思議な感じでしたよね。どういう謎なんだろうか。はい、ということで最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。